どうもフロゼロと申します。本日は7月30日におそらく超フェスが実装されるということで、これまでの超フェスの確定ダイヤ数、確定課金額についてご紹介していこうかなと思います。それでは早速見ていきましょう。まず黒ひげダイヤ750個チケットはなし、青シャンクスダイヤ400個チケットなし、青マムダイヤ1500個チケット11,000円、おでんダイヤ1500個チケット11,000円、すごいコスパ良かったですね。ロジャーダイヤ1750個チケットありませんでした。坂崎ダイヤ2250個チケット11,000円、ヤマトダイヤ1800個チケット30,000円。ここからチケットの値段がね、ちょっと上がっていくことになります。青海道ダイヤ2250個チケット22,000円、ユメルフィー、ここがちょっと複雑なんですが、ダイヤ4250個、チケットを29000円分購入することができて、で全部購入したらダイヤ2500個で済むっていう、まあ本当にもうチケットの確定分はほぼなかったみたいな、そんなキャラクターになっています。続いてゼファー、ダイヤ1900個チケット30,000円、ミドリシャンクスダイヤ3000個チケット28,000円、オリンダイヤ1800個チケット29,000円、神獣街道ダイヤ2500個チケット22,400円、チーリゾロダイヤ3200個チケット33,600円。やっぱり人気のキャラはダイヤチケット確定分ともに高いっていう印象ありますね。青山とダイヤ2500個チケット28,000円、キットローダイヤ3200個チケット33,600円、ギアフィフスルフィダイヤ3840個チケット44,800円、結構高いよね。エース&ヤマトダイヤ3500個チケット34,800円、ニューゲートダイヤ3200個チケット39,200円、プロロジャーダイヤ3000個チケット34,800円、そして最後セラフィムエススネークダイヤ2500個チケット22,400円。このチケットは最大12枚購入することができて、レベル上限を80までね、育てるまで引くことができました。だから今回の超フェスとかも、もしかしたら確定分だけじゃなくって、それ以上にレベル上限が80になるくらいまでの課金チケット分があるのかもしれないですね。ちょっと微妙なラインですけれども。